大宮 RTJ より、加入していただ、していただいた、大谷選手です。彼には、両サイドバック、ボランチ、時にはセンターバックとして、マルチな能力というのを発揮してほしいですし、若い選手が多い中で、彼の経験、試合に出てた時、怪我してた時、いろんな経験を今まで、プロとして、培ってきたものっていうのをクラブに、チームに、生かしてほしい。皆さんこんにちは。大宮 RTJ から移籍してきました大谷翼と言います。自分の長所は、先ほど岡田強化部長からも言われた通り、いい風に言えばクレバーな選手ですけど、悪い風に言えば器用貧乏なので、しっかり試合に出れるように頑張りたいと思います。それと徳島に移籍を決めた最大の理由っていうのは、富田大輔に徳島は任したぞって言われたことが最大の理由です。よろしくお願いします。街の印象は、あんまり出てないですけど、晩ご飯とかすごい美味しいもの、魚、お肉ありますし、何よりスタバの店員さんがすごく優しかった印象が残ってます。トニさん名前出したらウケるかなと思ったら、思いのほか全然笑ってもらえなかったんで、あれと思って。そうなんです。僕はしましたけど、徳島行く、神戸で1年やってて、ちょくちょくご飯とか連れて行ってもらって、そんな感じです。正直しんどいですけど、ボールを使ってのコンディションを上げていく練習が多いので、楽しいですね。嫌な気持ちじゃなくて、楽しみながらコンディションを上げていくという感じです。外人さんの監督なんで、すごい新鮮な練習が多い。ここ数年日本人の人とか、後ろがしっかり組み立てるっていうサッカーを目指してて、ここのチーム。そこにすごい自分自身がマッチングするんじゃないかなと思って、誹謗中傷以外だったらね。